スタンウィックストリデ条約は、現在のアメリカ合衆国ニューヨーク州ロームにある、スタンウィックストリデで、インディアンと白人との間で調印された二つの条約である。1768年のスタンウィックストリデ条約で、新たに決められたニューヨーク州の境界線1768年、ウィリアム・ジョンソン教と、 色イ六部族連合の州長がイギリス政府と色イ連邦との間の重要な条約についてスタンウィックストリデで交渉を行った。協議の目的は1763年宣言で設定されたインディアンと白人開拓者の間の国境線を決定することであった。イギリス政府は新しい国境線によって費用もかかり問題も多かった。 変境での激しい暴力沙汰を終わらせることを期待していた。インディアンは新しい高級的な国境線で白人の植民拡大を抑えられるものと期待していた。条約は最終的に11月5日、色濃い6部族のそれぞれの代表とニュージャージー、バージニア及びペンシルベニアの各植民地代表及びジョンソンが署名して成立した。インディアンは 英万1460ポンドを受け取った。この条約で1763年宣言の境界よりも西に国境線が引かれた。色濃い連邦は実質的にケンタッキーを白人に割上したことになった。しかし、ケンタッキーの土地を実際に領有していたインディアン、主に小人ーー族とデラウェア族、チェロキー族は条約交渉に参加していなかった。 1768年のスタンウィックストリデ条約は和平確保よりもオハイオ川周辺のインディアン部族から新たな敵対心をもたらすことになり、これはダンモアの戦争で頂点になった。この条約は、六部族連合とペンシルベニアの植民地、経営者ペン一族の間の土地に関する所有権論争も決着させた。しかし、現地の入植白人とインディアンの小競り合いのために、 国境線が最終決定するまでには5年間を要した。ペンシルベニアの国境線で最後のものは、州内では買収線とも呼ばれるが、サスケ花川の西の支流特殊クッシ,ション、クリークの合流点にあったカヌープレイスと呼ばれた地点で、今日のペンシルベニア州、チェリーツリーで返した六部族連合とペンシルベニアの代表によって合意に達した。 1768年と1784年の2つの条約で買収されたペンシルベニアの領土1784年にアメリカ合衆国とインディアンの間でもう一つの条約が結ばれた。これはアメリカ独立戦争におけるアメリカの勝利の後で調印されたいくつかの条約の一つであった。セネカ族州長コーンプランターが署名し色濃い連邦は ナイアガラ側より西の土地すべてをアメリカ合衆国に割譲した。ありがとうございます。